はい、えー、アビーの松永秀樹です、えー、今こういう状況になってしまい、えー、お家で、えー、まあ休業されてる美容師さんも多いと思います、えー、そこで何かお役に立てることないかなと思って、えー、ヘアキャンプさんと亀井、えー、消防さんと一緒に、えー、このオンラインセミナーをすることになりました、えー、皆さんの美容人生で何か役に立つね技術とか 何かが伝えられたらいいなと思ってます。そしてまたお家にいてもちょっとできることってあるんで、そういうことも紹介したいと思います。ではよろしくお願いします。えまずちょっとこうね家にいてもできるちょっとこうハサミの使い方みたいなことをちょっとこう紹介したいと思います。やっぱどうしてもカットしているときって手首が自由自在に動かないとなかなかこうスムーズにカットができないです。その時のための運動があります。 まずはさみを上に向けて裏ネジが向こう側を向いて表ネジが自分の方を向いている状態にしますそしたらこのまま開閉していって上までそしたら裏ネジが自分の方を向いている状態で体の真ん中を通りますそして顎下までここで開閉していきますこれができるようになったら5センチ下 これができるようになったら10センチと最初はこの辺がちょっと痛くなったりするんですけど1日大体30秒ぐらいやってれば1か月ぐらいでえ結構みんなできるようになりますまあどういう時に使うかっていったら例えばこうやってこう切ったりとかこうやって切ったりとかする時に手首がこう自由自在に 動いたら、えー、スムーズにカットできますでもう一つの方法は今度は表ネジの下に人差し指を置いてこの時に親指を浅めにハサミに入れますそしたら水泳のクロールするようなイメージで前に向かって開閉していきますそしたら洋服を切らないように左手でこう押さえて脇の下で開閉していきますこれも、えー 例えば、こうやってカットするときに手首が自然に動くような運動になります。でもう一つ、コームの使い方です。コームがあったら、こっち側に指を三本置いて、こっち側に指を二本下に置いて、このまま親指を曲げるようなイメージで こういうふうに、かい、あの、コーミングしていきます。こういうふうにすると、えー、綺麗なコーミングができやすいっていうことですね。例えば、常々僕、よくセミナーの中で言ってるんですけど、カットするときに。もちろん、切る瞬間も大事なんですけど。どこで、シェイプするか。どこに引き出すか。どこで左手で持つか。 これが頭の中でちゃんと理解できてないとなかなかいいカットができないですねなので、えー、このシェイプするときにコームが地肌につくと同時に回転して自分の方に持ってこれてるかどうかこういうことが意外と大事です、はい、じゃあ早速ねちょっとカットに入っていこうと思うんですけどまず、えー、とカットに入る前に、えー、ちょっと簡単な頭の仕組みを解説させていただきます こちらの方にホワイトボードがあります。まずこっちがですね。頭って、えー、下真ん中上、この3つにえ大体分かれます。アンダーセクション、ミドルセクションオーバーセクションです。で、こういう風にだいたい3つの面で構成されてるっていうイメージですね。で、今度それを上から見てみましょう。上から見て見たやつですね。そしたらフロントサイドバックサイドってあります。でも、その横にフロントサイドとバックサイドがあります。 で、この123、45678この8面でえいたい頭が構成されているってイメージで今日は考えてカットしていきます。今日の展開図なんですけど、えこういう風な展開図になっています。マンダーセクションにハイグラデーションが入ってえ、緑セクションオーバーセクションにグラデーションが入ってでトップに少しレイヤーが入るっていうイメージですね。で上から見た図は？ オンベースになって、サイドからダイレクションが入るっていうイメージになってます。それでは、切っていきましょう。よろしくお願いします。はい、そしたら、まずバックセンターで。分け取っていくんですけど、これもね、結構ね。綺麗に分け取るっていうのもすごく大事です。ネープの一番下に。真ん中のところに。中指を置いたら。トップから。 自然に下ににかし下ろしろて右と左に分け取りますこういう何気ない何かこう分け取り方がきれいにできるかどうかでどうかもすごくあの僕はこだわってますそしたらアンダーセクションをちょっと引き出します なんかちょっと硬すぎますかね大丈夫ですかね皆さん大丈夫ですよね今のところは,はいちょっとねウィッグがね結構濡れてるんでちょっと一回はいそしたら行きましょうえまずはバックセンターからカットしていきますどうしようかなこっちから切っていきましょうか最初にこっちからカットしていきましょう まずバックセンター約2センチ幅の縦スライスを取ったら取った面に対してこれあごめんなさい。最初これがアンダーセクションです。ここがアンダーセクションでここがミドルセクションでここがオーバーセクションになってます。いいですか。まずそのこのアンダーセクションからカットしていきます。まずアンダーセクションの真ん中を縦スライス2センチ幅え取ったら。 このアンダーセクションの真ん中に対してオンザベースに引き出しますこの時にコームが地肌につくと同時に回転させて自分の方に持ってきますカットしていきますこの時にえっ、ー、とアウトラインに向かってややインに入るようなイメージでカットしていきますそしたら次に今切ったところを、えー、ガイドラインにして新しく切るところを取ってカットしていきます いつも指の中に大体2センチ幅のスライスが入っているイメージでカットしていきますはいじゃあ3戦目先ほど言ったんですけどバックがここにあったらもうここにバックサイドがありますここは頭の角度が大きく変わるところですねここをバックサイドを切るんだっていうのをイメージして少し足をずらしてカットしていきますそしたら 一番最後のセクションですね。ここもオン・ザ・ベースはここになりますそしたらこういうこういうふうな切り口になりましたはい、じゃあ逆サイドですね逆サイドはこ,こっちから取ってもらった方がいいかもしれ、ねね、ませんす、はいませんバックセンターのガイドラインをやっぱり1センチもらったら こういうふうにスライスを取ってカットしていきますでどっちかっていったら右,右側のセクションは肩がありますからきれいにセクションを取りにくいんでここはコームをこうやってうまく使って引き出してカットしていきますでこうやって2線目まできたら 右と左の長さを必ず溶かせはしますえっとねやっぱりずっとやっててもちょっとずつずれてきたりとかするんで、えー、微調をしっかり確認しながら進んでいくってことが大事ですそしたらバックサイドに入りましたからしっかり体を移行してバックサイドを自分が切ってるんだっていうイメージでカットしていきますで最後のセクションも オンザベースになるようにしっかり引き出してカットしていきます。そしたらこういうふうな切り口になってきます。両サイドの長さをしっかり整えてチェックするときに横スライスにしてこういうふうに引き出して自分が求めているラインになっているかどうかっていうのをしっかり確認します。そしたらちょっとチェックカットでバックサイドから引き出してみましょう。 ちょっとこう出てくるところを少し整えます。逆サイドも同じく。整えていきます。で、あの例えばショートボブとかショートカットって意外とここがすごく大事で。ここがいかに綺麗に。